地町の蛇踊り、平戸市築地町に伝わる平戸くんちの奉納踊りです。平戸市築地町、平戸市の中心街にあり、現在では企業や観光庁が立ち並ぶ町です。以前この辺りは平戸港の一部でしたが、埋め立てて現在の築地町が出来上がったのは江戸時代中期1804年のことです。そのことから築地町に蛇踊りが伝えられたのは1804年以降と考えられます。言い伝えでは、室町時代末期に平戸を根拠地として活躍した明の海賊王直の時代、蛇踊りがもたらされたとも言われています。築地町では10月の本番に向けて8月後半から蛇踊りの練習が始まります。近年は地元築地町の若者が少なくなり、平戸市民から蛇の使い手を募集しています。10月25日平戸くんちの当日です。築地町公民館で準備を行い、奉納踊りのため亀岡神社に向かいます。亀岡神社は明治13年平戸城下の4つの神社を合わせてできました。この亀岡神社の例大祭である平戸くんちは、みこしや武者行列などが市街地を練り歩く勇壮な行事として知られており、国指定重要無形民俗文化財平戸神楽の奉納もあります。築地町の蛇踊りはこの平戸くんちの奉納踊りとして、獅子舞や薙刀踊りと一緒に奉納されています。記録によると、明治13年亀岡神社の遷宮祭に奉納されたことが記されており、少なくとも120年以上の歴史があります。蛇踊りは古くは蛇使いと呼ばれました。当初の蛇は胴体に巻いた布に墨や絵の具で鱗を描いた素朴なもので、14、5人の男子が一日中神社や町の中を踊り通していました。現在の使い手は20数名になり、楽器も手作りの和楽器からパラパラなどの中国製の楽器に変わりました。また衣装も火消し装束から中国風の衣装へと変化しています。踊りには道行き、打ち込み、抜け、つぐらなどの種類があり、また演技の途中で蛇の口から煙を吐くのが築地町の蛇踊りの特徴です。道行きは道行き囃子に合わせて前進する演技で、先導する玉使いは
ゆっくりと玉を上下させます。打ち込みは全ての楽器を素早く打ち鳴らす段々の囃子と同時に、蛇が玉を追いかける演技です。玉使いが横向きになって小走りに玉を上下に操ると、頭使いは玉が上の時は蛇頭が下に位置するよう一定間隔を保ちながら玉を追います。胴体から尻尾の使い手もこれに続き、体が波打つような動きが求められます。つぐらはとぐろを巻いた蛇のことで、煙を吐きながら玉を探す演技です。囃子は低く長く乱打し、とぐろ内部の蛇頭と外部の玉が向かい合います。玉が下降すれば蛇は鎌首をもたげ、玉を差し上げれば蛇頭は下の方を探すという逆の構図を繰り返します。尻尾も蛇頭の動きに逆行して変化をつけ、何回か繰り返した後、掛け声とともに抜けの動作で終了します。奉納場所は亀岡神社をはじめ旧平戸城下など約20カ所ほどで、古くは平戸くんちの25日26日の両日にわたって演じていましたが、現在では10月25日のみ出演しています。築地町の蛇踊りは人手不足のため一時は中断したこともありましたが、再び復活し好評を博したこともあって、築地町以外の子どもたちが蛇踊りへの参加を希望することもあります。また従来裏方を務めていた女性も囃子方に加わるなど、運営努力が続けられています。現在の蛇隊は3代目で、明治13年に作られた蛇隊が平戸城に保管されています。また昭和52年には平戸市指定無形民俗文化財に指定され、築地町蛇踊り保存会を中心に保存・伝承活動が続けられています。